うございました。他に頼める人がいなかったので、もちろん報酬金も上乗せしておきました。でも潜入道具一式が未変換ですし、京一郎くんの痕跡を消すのに結構お金がかかって天引きしちゃいました。京一郎か。京一郎、大切な人がいなくなるってどんな気持ちだ？教えてくれ。私には本当にわからないんだ。そうか、ありがとう。恩人だ、私を育ててくれた。でも、もう危ないらしい。さっき知ったんだ。きっと次回もキリキリ舞い。みんな元気にしてた？いつも元気いっぱいのキリちゃんです。潜入調査ご苦労様です。第4話、悲しいけど俺探偵なのよねはどうだった？探偵気分は満喫できた？あー、探偵気分というよりスパイ気分だったかも。
それとも目的の女の子の心も盗んできちゃったかな。さてさて、次回のお話はこの物語の真骨頂、お待ちかねの最終話だよ。真骨頂ってなんだっけ。物語の中ではそろそろ1ヶ月ってところのはずなの。京一郎さんが引き受けたあの事件やビルで出会ったあの人のことなんかも分かっちゃうかもね。そうそう、ここまで受けてきた依頼の順番で最終話が変化するのは聞いているでしょ。おめでとう、ここまで来ちゃったってことは最終話と仲良くなれる人が決定しちゃってるってことです。ねねね、内緒なんだけど最終話で仲良くなれる人を教えてあげるけど聞く？うとうと、アルファベットにすると M から始まって A で終わる人？あ、当てはまる人が2人もいるよ。一番背の低いあの人か高いあの人、どっちかってことよね。でもでも、ここまでたどり着いたあなたならもう分かっているはず。それじゃあ最終話に進む準備はできた？オッケー、それじゃあ行ってみよう。最終話、もしかしてピンチですか？に、レディーうにゃなあに、京一郎さん。バカ、角琴子さんがそんなガサツなわけないじゃん。でもそれも単なる想像だし、それ以上は私には何とも言えないな。記憶を失う前の琴子さんを知らないもん。まあ気になるなら本人に聞いてみたらどうだ。
何か方針転換でもしたのかもしれんぞ。ねえねえ、京一郎さん、なんで私を呼んだの？やだ、京一郎さんったら、こんな昼間からみんなのいる前で。そうなんだ。最近元気なかったけど、なんかあったのかな？うん、琴子さんもだけど、まどかも変わったよね。ああ、カモグループの会長が死んだんだとさ。ついこの前からヤバい状態になっていたらしいかな。ああ、そのカモ家の当主のじいさんが死んだらしい。一郎さん、どこかに遊びに行きましょうよ。もう大丈夫よ。琴子さん、ここのところ寝相が悪くなったよ。朝起きると私のお腹の上に琴子さんの足があるんだもん。静かなもんだよ。むしろ私が琴子さんを蹴ったりしてたみたい。でも、なんか積極的になったよね。好意的に解釈するらしいにゃ。まずいにゃ。
のよ。ビッグライバルの登場で舞子のポジションが出ちゃうだにゃ。ダイナミックディテクティブだっけ、あれはいいの。マドカは？今日は上がらせた。ひどい状態なんだ。声が裏返ってるぞ。そうだな、京一郎。ちょっと様子を見てきてくれ。ここの2階が窓かの部屋だ。すまんな、マイコ。え？私がバカだと言いたいのか。で、何か用？キッチンにレトルトがある。温めて食え。バカ、今からカレーを作って何時になると思う？ねえ、大事な人が死んじゃうって寂しいのかな？